はい、今回はディスクマジックをします。使うのは3枚の黒いディスクとケース、そして3色のハンカチです。はい、ではまずこの黒いディスクをこちらのケースの中に入れます。はい、そしてハンカチをこの中に通します。で、これを引っ張るとどうなりますか。おお、赤のディスクが出てきました。おお、つきましたよ。黒いディスクをもう一回入れていきます。はい、入れました。こちらに黄色のハンカチを差し込みます。はい、そうすると、はい、黄色のディスクが出てきました。はい。で、最後は、青いハンカチ。はい。差し込みましたね。はい。そこから、最後、入ります。はい。ということで、こちらの3色のディスク、色が変わりました。で、黒いディスクどこ行ったか。あら、空っぽですね。はい、不思議ですね。以上、ディスクマジックでした。ちなみにですね、こちらのハンカチ、こうやって入れてきます。はい、入れましたね。はい、上に鳴らします。そうすると、はい、一瞬にして10枚になります。はい、以上、マジックでした。